プロ野球セ・リーグ広島巨人10日マツダスタジアム現在ゲーム差わずか1で首位争いを繰り広げる1位の巨人と2位広島の3連戦が10日から広島の本拠地マツダスタジアムで幕を開けます一覧8日時点のセ・リーグ順位表首位攻防戦となる今カードの初戦その予告先発が9日に発表されました 本拠地で巨人を迎え撃つ広島の先発は森下正人投手です。今季は19試合に先発登板し10勝6敗と2年ぶりの2桁勝利をすでにマーク。防御率もここまでルーキーイヤーの1.91に次ぐ1.94を記録しています。特筆すべきは巨人との相性。今季ここまで対戦チーム別最多4試合に先発し、2勝0敗と未だ負けなし。 さらに22年シーズンから10戦負けなしと抜群の相性を誇ります。広島はこの初戦を制すれば、勝率の差で首位に返り咲くことができるため、巨人キラーの森下投手の好投に期待したいところです。対する巨人の先発はリーグトップ13勝の菅野智之投手です。曜日別で今季は主に日曜日に先発していましたが、 中9日で初めて火曜日の先発マウンドに上がります。広島と今季対戦したのは1試合のみ、6月30日に東京ドームで行われた試合で6回途中6安打1失点と好投を見せ、白星を挙げていました。一方で、今季マツダスタジアムで行われた広島戦では、巨人が1勝4敗に引き分けと大きく負け越しており、非常に相性が悪い球場と言えます。 同一カードは残り6試合となっていますが、すべてマツダスタジアムで開催。鬼門をいかに攻略するかが、リーグ優勝への鍵となりそうです。